ゆっくり霊夢だよ。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ、今日はたくさんの可愛いワンちゃんが登場するのよね。ああ、2024年最新版の人気犬種ランキング1位から100位をまとめてドドーンと発表していくぜ。ランキングトップ100の紹介ってことは、つまり100種類もの可愛いワンちゃんたちが次々に出てくるってこと？そういうことだ。今回は数がめっちゃ多いので、原産国と犬の大きさ、それにコメントを軽く一言添える程度で、リズムよくどんどん紹介していこうと思う。オーケー、了解したわ。ちなみに、これから発表するトップ100は、JKC ジャパンケネルクラブの犬種別犬籍登録頭数に基づいてるが、登録頭数が全く同じ場合は、同じ順位に複数の犬種が入っているぜ。それって例えば、第97位に3つの犬種がランクインしてても間違いじゃないってことよね。ああ、そういうことだ。オーケー、了解したわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。第100位、シエリハムテリア。原産国イギリス、小型犬。目の上にある眉毛のような紐が、とってもチャーミングね。第100位、ミニチュアアメリカンシェパード。原産国アメリカ、小型犬。牧畜犬として活躍していたオーストラリアンシェパードを、小型化したワンちゃんだな。第97位、チベタンスパニエル。原産国チベット、小型犬。チベットで歴代のダライラマにも超愛されてきたワンちゃんね。第97位、ベルジアンシェパードドッググローネンナール。原産国ベルギー、大型犬。海外では警察犬や軍用犬としても大活躍してるワンちゃんだな。第97位、ロマーニャウォータードッグ。原産国イタリア、小型から中型犬。めちゃめちゃ優れた嗅覚を持ってて、トリュフ採取犬としても有名らしいわね。第95位、イタリアンコルソドッグ。原産国イタリア、大型犬。古代ローマ帝国の軍用犬、モロシア系の犬種で、その昔、闘犬としても活躍していたようだな。第95位、イングリッシュスター。原産国イギリス、大型犬。水遊びが大好きなワンちゃんで、川を渡ったり、池で遊んだりもするみたいね。第93位、ジャーマンクイーシャ。原産国ドイツ、中型犬。好奇心旺盛なワンちゃんで、ネズミや猫を見つけると、果敢に追い回すみたいだな。第93位、プチバセットグリフォンバンデエン。原産国フランス、中型犬。ハウルの動く城に出てくる老犬、金のモデルになったワンちゃんね。第92位、レイクランドテリア。原産国イギリス、小型犬。長年、キツネ狩りの猟犬として、活躍したワンちゃんだな。第91位、オーストラリアンキャトルドッグ。原産国オーストラリア、中型犬。映画、マッドマックスで、主人公マックスの相棒として出てきたのって、このワンちゃんだったかしら？ああ、そうだな。第90位、ブリタニースパニエル。原産国フランス、中型犬。日本ではマイナー犬種だが、本場フランスでは、現在、最も人気のあるワンちゃんの一つだな。第89位、ジャイアントシュナウザー。原産国ドイツ、大型犬。オスメスともに体高が、60センチから70センチもあるみたいだから、超大型犬と言ってもいいかもね。第87位、シャーペイ。原産国中国、中型犬。シャーペイは中国語で、垂れ下がった皮膚を意味するそうで、顔や体に見られる皮膚のシワが特徴的なワンちゃんだな。第87位、北海道。原産国日本、中型犬。昔、ソフトバンクのテレビ CM で、お父さん役としてよく見かけたわね。だな。第86位、ディアデッドコリー。原産国イギリス、スコットランド、中型犬。ディアデッドとは、口ひげのことで、このふさふさの長い紐が特徴的だよな。第85位、ベルジアンシェパードドッグマリノア。原産国ベルギー、大型犬。黒いマスクの精悍なワンちゃんで、海外では警察犬や軍用犬として、活躍してるみたいだわね。第84位、スタッフォードシャーブルテリア。原産国イギリス、中型犬。その昔、闘犬として熊や牛とも戦ってたそうで、イギリスでは常に人気上位のワンちゃんだな。
第83位、四国。原産国日本、中型犬。日本犬の中で最も狼に似てると言われるだけあって、凛々しい顔つきよね。第82位、ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ。原産国ポルトガル、中型犬。昔、オバマ大統領が飼ってたワンちゃんだな。ウォーター・ドッグというだけあって、泳ぎもなかなかうまいそうだぜ。第80位、メルシュ・コーギー・カーディガン。原産国イギリス、中型犬。日本では尻尾がない、ウェルシュ・コーギー・ペンブロークの方が圧倒的に有名だが、それより一回り大きくて尻尾があるのが、ウェルシュ・コーギー・カーディガンだな。第80位、日本テリア。原産国日本、小型犬。戦前の昭和初期頃、爆発的なブームで、大人気のワンちゃんだったみたいね。第79位、イングリッシュスプリングアスパニエル。原産国イギリス、中型犬。大きな垂れ耳と茶色のお鼻が、とってもチャーミングなワンちゃんだな。第78位、バセンジー。原産国中央アフリカ、中型犬。吠えない犬って言われてるらしく、美しいフォームで走ることでも有名みたいだわね。第77位、レオンベルガー。原産国ドイツ、大型犬。大きな体と相まって、こわもての顔立ちが迫力満点のワンちゃんだな。第76位、ベルジアングリフォン。原産国ベルギー、小型犬。口や顎周りに伸びた長い毛が、独特の雰囲気を醸し出してるワンちゃんよね。第74位、ケアアンテリア。原産国イギリス、スコットランド、小型犬。穴掘りが大好きなワンちゃんらしく、庭に放してると勝手に穴を掘ったりするみたいだな。第74位、プチブラバンソン。原産国ベルギー、小型犬。口元が引き締まってて、ちょっぴりムスッとして見える愛嬌のある顔よね。第73位、ノーリッチテリア。原産国イギリス、小型犬。暗夜が短く小柄なボディで、とっても可愛らしいワンちゃんだな。第72位、メルシテリア。原産国イギリス、小型犬。暗夜が長く、顔も体もスクエア型で独特の体型をしてるわね。第71位、タバニーズ。原産国キューバ、小型犬。縮れてウェーブがかかったシャギーコートに包まれた、可愛いワンちゃんだな。第69位、アラスカンマラミュート。原産国アメリカ、大型犬。狼に似た顔立ちでパワフル。重い荷物を引くソリ犬として、最古の犬種の一つね。第69位、スキッパーキ。原産国ベルギー、小型犬。とんがりお口と三角の立ち耳が、とっても可愛い、キツネ顔のワンちゃんだな。第68位、エアベールテリア。原産国イギリス、大型犬。数あるテリアの中でも最も大きいテリアで、テリアの王様とも呼ばれてるみたいだわね。第67位、カイ。原産国日本、中型犬。見るからに野生味あふれるワンちゃんで、国の天然記念物にも指定されてるみたいだな。第65位、アフガンハウンド。原産国アフガニスタン、大型犬。豊かな紐毛に覆われた優雅なワンちゃんよね。あのロングヘアは最高にエレガントだわ。第65位、ボクサー。原産国ドイツ、大型犬。もともと闘犬用闘牛用として生み出されたワンちゃんで、警察犬、軍用犬としても大活躍してるワンちゃんだな。第64位、サルーキ。原産国イラク、大型犬。大昔の紀元前7000年から6000年頃に発掘されたものの中に、サルーキらしきワンちゃんの姿が描かれていて、世界最古の犬とも言われてるみたいね。第63位、バセットハウンド。原産国フランス、中型犬。バセットはフランス語で低いを意味し、暗夜が短く、なかなかユーモラスな外見の可愛いワンちゃんだな。第62位、アイリッシュセター。原産国アイルランド、大型犬。赤くてシルクのような綺麗なロン毛が目を引くワンちゃんね。第61位、ボーイペルホンディエ。原産国オランダ、小型犬。キャバリアを一回り大きくしたようなワンちゃんで、中世の絵画にもたびたび登場してるようだな。
第60位、トイマンチェスターテリア。原産国イギリス、小型犬。これまた、随分とハンサムなワンちゃんね。ネズミを狩るレースなどでも、かなりの好成績を収めてるみたいね。第59位、オールドイングリッシュシープドッグ。原産国イギリス、大型犬。顔の表情がよく見えないほどの、ふわふわもこもこの紐毛に覆われ、まるで大きな可愛いぬいぐるみのようだな。第58位、スコティッシュテリア。原産国イギリス、スコットランド、小型犬。立派で太い眉毛と長い口ひげが、とってもチャーミングよね。第55位、グレートデーン。原産国ドイツ、大型犬。優しい巨人とか、犬の中のアポロン神などとも言われてるワンちゃんだな。スタートレックのカーク船長が飼ってたワンちゃんでもあるそうだ。へえ、そうなんだ。第55位、チャイニーズクレステッドドッグ。原産国中国、小型犬。ヘアレスとパウダーパフの2タイプがいて、毛がないタイプは、ヘアレスドッグの中でも最も有名なワンちゃんみたいね。第55位、ブリュッセルグリフォン。原産国ベルギー、小型犬。立派な口ひげや顎ひげを蓄えていて、まるで人間みたいに豊かな表情を見せるワンちゃんだな。第54位、ミニチュアブルテリア。原産国イギリス、小型犬。ブルテリアのミニチュア版として人気のワンちゃんね。ちっちゃくても強い闘争心を持ってるようなので侮れないわね。第53位、ラッコリー。原産国イギリス、スコットランド、大型犬。昔やってたアメリカの人気テレビドラマ、名犬ラッシーのラッシーだな。第52位、ボロニーズ。原産国イタリア、小型犬。ヨーロッパの貴族たちからも愛された、純白の可愛いワンちゃんね。第51位、ワイヤーフォックステリア。原産国イギリス、中型犬。その名の通り、全身が硬い針金状の毛に覆われてるワンちゃんだな。第50位、オーストラリアンシェパード。原産国アメリカ、大型犬。オーストラリアンシェパードっていう名前がついてるけど、アメリカのカリフォルニア原産なのよね。どうやらそのようだな。第49位、セントバーナード。原産国スイス、大型犬。最も重いワンちゃんとしても有名で、山岳救助犬としても大活躍してるワンちゃんだな。第48位、ニューファンドランド。原産国カナダ、大型犬。指の間に水かきを持つワンちゃんで、カナダでは水難救助犬として今でも活躍してるみたいね。第47位、ロットワイラー。原産国ドイツ、大型犬。最も古い歴史を持つワンちゃんの一つで、そのたくましい体から警察犬、救助犬、介助犬としても活躍してるな。第46位、ノーフォークテリア。原産国イギリス、小型犬。耳の先が丸っこくて垂れたお耳がとってもチャーミングなワンちゃんよね。第45位、チャウチャウ。原産国中国、大型犬。まるでライオンを可愛くしたような外観のワンちゃんだな。第44位、ホワイトスイスシェパードドッグ。原産国スイス、大型犬。その名の通り、全身を覆う純白の紐がとっても素敵なワンちゃんね。第43位、ワイマラナー。原産国ドイツ、大型犬。見るからに俊敏な動きを見せそうな、引き締まった筋肉質の体が目を引くハンター犬だな。第42位、ボルゾイ。原産国ロシア、大型犬。昔、狼狩りの猟犬として活躍してたみたいで、なんでも、時速 50km もの速さで走ることができるみたいね。第41位、ダルメシアン。原産国クロアチア、大型犬。ダルメシアンといえば、真っ先に頭に浮かぶのが、ディズニーアニメの101匹ワンちゃんだな。第41位、チン。原産国日本、小型犬。とっても短いマズルと品のある佇まいが、最高にエレガントなワンちゃんね。第39位、フラットコーテッドレトリーバー。原産国イギリス、大型犬。滑らかな毛並みが目を引くワンちゃんで、とっても明るくて社交的らしいな。第38位、秋田。
原産国日本、大型犬。あの有名な忠犬ハチ公こと、ハチは、この秋田犬よね。だな。第37位、グレートピレニーズ。原産国フランス、大型犬。まるで白クマを可愛くしたような、チャーミングなワンちゃんだな。第36位、ドーベルマン。原産国ドイツ、大型犬。優れた軍用犬、警察犬のイメージが強い、バリバリ硬派なワンちゃんだけど、その見た目と違って、意外と優しい性格のようね。第35位、イングリッシュコッカースパニエル。原産国イギリス、中型犬。カーリーヘアがとってもチャーミングなワンちゃんだな。第33位、サモエド。原産国ロシア、中型犬。いつもにっこり微笑んでるように見えるあの顔つきは、サモエドスマイルなんて言われてるみたいね。第33位、ジャーマンシェパードドッグ。原産国ドイツ、大型犬。万能支援犬などと言われるほど、災害救助犬や警察犬として大活躍してるワンちゃんだな。第32位、ニペット。原産国イギリス、中型犬。見るからに美しい曲線を描く体を持ったワンちゃんで、まるで飛ぶように走るみたいね。第31位、ウエストハイランドホワイトテリア。原産国イギリス、スコットランド、小型犬。ウエスティの愛称で大勢の人々に親しまれてきた、純白の素晴らしいテリアだな。第30位、ブルドッグ。原産国イギリス、中型犬。あのなんとも言えない愛嬌のある顔は、可愛くてたまらないわね。第29位、日本スピッツ。原産国日本、中型犬。純白の縦髪に尖ったマズルは、最高に可愛いよな。第28位、バーニーズマウンテンドッグ。原産国スイス、大型犬。あの立派な体格がもたらす、堂々とした風格は、最高よね。第27位、シベリアンハスキー。原産国アメリカ、大型犬。狼顔負けのあの精悍なマスクに、惚れ込んでる人も多いみたいだな。第26位、ビーグル。原産国イギリス、小型犬。さすがはスヌーピーのモデル犬というだけあって、とってもチャーミングなワンちゃんね。第25位、アメリカンコッカースパニエル。原産国アメリカ、中型犬。とっても毛量が豊富なワンちゃんで、理想のトリミングは月2回とも言われてる、スーパーオシャレさんだな。第24位、ボストンテリア。原産国アメリカ、小型犬。ジョジョの奇妙な冒険の意義を見てから、私もこのボストンテリアが好きになったわ。第23位、シェットランドシープドッグ。原産国イギリス、シェットランド諸島、小型犬。シェルティの愛称で親しまれてる、最高に整った顔立ちのワンちゃんだな。第22位、ミニチュアピーシャ。原産国ドイツ、小型犬。まるで小型のドーベルマンみたいで、めちゃめちゃ勇敢なワンちゃんのようね。第21位、キャバリアキングチャールズスパニエル。原産国イギリス、小型犬。クリクリお目目に大きな垂れ耳。それに、ウェーブがかかった綺麗な紐が、とっても可愛いワンちゃんだな。第20位、イタリアングレーハウンド。原産国イタリア、小型犬。すらりと伸びた細い手足が、とってもスタイリッシュなワンちゃんよね。第19位、ペキニーズ。原産国中国、小型犬。昔、宮廷犬として重宝されただけあって、猫ちゃんみたいに可愛いワンちゃんだな。第18位、ジャック・ラッセル・テリア。原産国イギリス、小型犬。もともとは狩猟犬で、キツネ狩りで大活躍してたワンちゃんみたいね。第17位、ボーダー・コリー。原産国イギリス、スコットランド、中型犬。各種ドッグスポーツでも上位に入賞してる、運動神経抜群の可愛いワンちゃんだな。第16位、パピオン。原産国フランス・ベルギー、小型犬。あの、まるで蝶々が羽を広げたみたいな大きな立ち耳が、とっても可愛いのよね。第12位、ラブラドール・レトリーバー。原産国イギリス、大型犬。とっても賢く気性も優しいので、盲導犬としても大活躍のワンちゃんだな。
第14位、ウェルシュコーギーペンブローク。原産国イギリス、小型犬。長い体に短い案よ。それに、とっても可愛らしい顔が相まって、大人気のワンちゃんよね。第13位、タヌ。原産国中国、小型犬。愛嬌満点の見かけとは裏腹に、冷静沈着、知的でプライドが高いワンちゃんのようだな。第12位、ビションフリーゼ。原産国フランス、小型犬。あのふわもこの純白の紐は、まるで綿菓子みたいで、とっても可愛いわね。第11位、シバ。原産国日本、小型犬。飼い主に忠実な性格が、海外でも高い評価を得ているワンちゃんだな。第10位、ゴールデンレトリーバー。原産国イギリス、スコットランド、大型犬。あの垂れ気味の目が最高に可愛いのよね。盲導犬や警察犬としても大活躍のワンちゃんね。第9位、シーズ。原産国チベット、小型犬。愛くるしい表情とシルクのような美しい紐が大人気のワンちゃんだな。第8位、ヨークシャーテリア。原産国イギリス、小型犬。あのエレガントな直毛は特筆ものよね。さすが、動く秘宝と言われてるだけのことはあるわ。第7位、マルチーズ。原産国マルタ共和国、小型犬。はるか昔から王族貴族たちにも愛された、純白で美しい紐が最高のワンちゃんだな。第6位、フレンチブルドッグ。原産国フランス、小型犬。茶目っ気たっぷりの、あの最高に愛嬌あるお顔に、根強いファンがたくさんついてるわね。第5位、ミニチュアシュナウザー。原産国ドイツ、小型犬。まるで賢者を思わせる独特な面持ちは、じっくり見つめてると、なんだかワンちゃんじゃないようなキスらしてくるぜ。第4位、ポメラニアン。原産国ドイツ、小型犬。ミニチュアライオンのマスコットのように、可愛らしいワンちゃんよね。第3位、ラックスフンド。原産国ドイツ、小型犬。胴長短足の体に純真無垢な表情をした、めちゃめちゃ可愛らしいワンちゃんだな。第2位、チワワ。原産国メキシコ、小型犬。世界中で愛され続けてる、世界最小の超絶可愛いワンちゃんよね。第1位、プードル。原産国フランス、小型犬。少なくとも日本では、もはや不動のぶっちぎりナンバーワン人気を獲得してる、みんなに愛されしワンちゃんだな。今日は、なんと、ドドーンと100種類のワンちゃんが登場して、見応え抜群だったわね。ああ、そうだな。もちろん、この他にもまだ、いろんなワンちゃんがいるにはいるが、普段、私たちが見かけるワンちゃんは、今日のトップ100で、ほとんどカバーできてるはずだ。そうよね。私が大好きなワンちゃんも、全部この中に入ってたし、今日出てきたワンちゃんの中には、私が全然知らない子たちもたくさんいて、楽しかったわ。それじゃあ、2024年最新版人気犬種ランキングトップ100の話はここまでにするが、これからもワンちゃん関連のお役立ち情報をどんどん増やしていくので、ワンちゃんが好きな方はぜひチャンネル登録&高評価よろしくお願いします。お願いします。それと皆さんの意見や感想も自由に書き込んでもらえると嬉しいぜ。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。